はい、どうも横浜映画サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、ということで今回はね、昨日上げた動画がね、プロ棋士の柳沢先生に大記号をね打ってもらって参考にしましょうという動画を上げました。それの今日後編やっていきたいと思います。まあ、後編ね、ここから中盤、特にね、この中盤っていうのがね、なかなか学ぶ機会が少なかったりとか、特に実戦ではね、序盤よりも中盤の方がね、結構勝負に直結するなんてことはよくありますから、今回の中盤戦ね、考え方も含めね、いろんな手参考にしていただければと思います。はい、なのでね、間違っても白の手を参考にしないでください。白は、私が今回ね、担当してますので、黒がお手本を見せてもらってるよということで、黒の手をぜひ参考にしてください。はい、ということで、昨日ね、ここでまず黒が繋いだ。こうね、繋いだところからの、後編スタートということでやっていきたいと思います。はい、ここで私はね、駆けついで、まあ、ここの白をね、助けつつ、まあ、この黒さん取っちゃうぞぐらいのね、気持ちで、打っております。はい、でここでね、次どうするか。ここで間違ってもこれね、弱気になってはいけません。もう白がいっぱいいるからもう逃げれないかなっていうのでは良くないですね。これはやっぱり力強くズンとね、出ていくということですね。これでもう非常に大事です。はい、でこれもね、やはり、まあ、コスミとかではなくてね、こう力強くやっぱね、押していきたいですね。はい、これとてもね、非常に厳しい手だと思います。はい、でこれに対して白は跳ねました。ここもね、なんていうんですかね、より上手らしくグググとね、ちょっとこの2個をね、取るような雰囲気でやっていますが、まあ実際はね、かなり白ね、無理気味なのかなっていう感じもするんですけども、はい、この辺をね、さあ黒だったらどうしますかということで、ここでツケがね、大事な手ですね。もちろんあの切る手とかもね、なくはないんですけども、ツケがね、非常に分かりやすく、かつね、黒を打てるんじゃないかなと思います。はい、白はここね、切りたいんですけども、切るとアタリしてつないでアタリして、これ逃げましても追いかけて、ここの2つが取られてしまいます。これ逃げてもね、ちょっと逃げ道がないですね。はい、ということで、白は割り込みたいんだけど割り込めないんで、こちらです。するとまあ黒ね、非常にこう駆け継ぎのいい形で外に出ていくことができますね。はい、でこれで白は逃げて、一回黒こちらをしまして、でここはね、頭跳ねられるの嫌ですから、こう受けまして、はい、それから桂馬というとこですね。でここで白はピョンと、やっぱりね、ここの石弱いんで逃げてきました。さあここで黒番どうでしょう。これはもうね、非常に大事なポイントと言っていいんじゃないかなと思います。はい、ここで黒番どうでしょう。皆さんだったらどのように打ちたいでしょうか。すごく打ちたいとこありますね。はい、そうです。ここではこちらが非常に力強い急所ということになります。やはり白はですね、この一段まだ目がないですね。弱い石です。で、忘れちゃいけないのが、まだね、上の方のこの白も生きてないですね。はい、弱い石ですね。はい、ということで弱い石と弱い石はつなげさせては基本いけませんから、はい、これも、その弱い石弱い石を切った非常に大切な一手と、まあこれはこの一手と言ってもいい急所だと思います。はい、非常に大きなところですね。で、ここでね、白はちょっと困ってしまうんですけども、まあじゃあ白はね、ここ来られるのを嫌だからって、例えばこんな風に打つとですね、これもやはり黒さんは絶対にこうね、黒さんじゃない、柳沢先生はこちらの方にね、こう切ってきますよね。はい、なのでこれもね、やっぱり白がね、ここが1でも多分切ってきますよね。で切られて、白はやはりかなり苦しい戦いを強いられるんじゃないかなと思います。はい、まあどちらにせよやっぱりね、ここの白を切っていくっていう発想はとても大事ですね。弱い石同士は切っていくんだと。で、白この辺からね、ちょっと右側に入るぞっていうのと、この辺で目作っちゃうぞっていうのをね、見ているんですが、ここでも右辺をじっくり囲います。はい、ここでもね、まあなんとなく目取りに行きたくなってしまうかもしれないんですけども、まあ、右辺の方入られるとね、地も結構荒れたりとか、まあちょっとリスキーなね、なかなか取りに行こうって言ってもね、大変だったりもしますんで、もうこれぐらいで十分ですよということで、これはもうね、非常に勝ちやすい打ち方かなと思います。大人の対応でね、うん、この方が、まあ生きられるんですけども、黒としては全く不満がない形かなと思います。はい、右辺がね、自然と固まりますからね、こういう風に弱い石を攻めつつね、地が固まっていくっていうのがね、もうここでは理想的な地の作り方と思っていてください。さあここでどうでしょう、黒番次の一手、これもね、ぜひとも皆さんに考えていただきたい局面かなという風に思います。さあ黒番だったらどこに打ちたいでしょうか。これも参考になりましたね。はい、さあここでね、黒番で正解はこちらに打ちました。はい、この手はですね、やはりこの弱い石をまずは攻めていこうと
いうことですね。で、攻めるっていうのはどういうことかというと、石を取ってしまう、この城全部取っちゃうぞっていうことじゃなくてですね、この石にプレッシャーをかけながら、この広い空間の左辺を地にしていこうと。要は白から入ってくる手がね、まだまだありますから、その時に入ってきた際にですね、まあこう逃げてった時にこの石がいればね、こちらの白と当然連絡しにくかったり、まあ待ち伏せしてるような石になりますから、当然この石は攻めてるふりをしながら左辺をどんどん大きくしていこうということですね。はい。でも白これほっとくとね、目が全然ないんで、まあ、ちょっと目がたちができるように打っていくんですけども、はい。で、ただね、ここでちっちゃく生きてるだけだとつまんないんで、逆に切っていきました。こうやってね、切っていって、黒さんだってなんか弱いんじゃないのと、この1個とかね、ここの全体とか薄いんじゃないのっていうことでやっていきました。はい。で、これに対して黒がこちらね、飛びなんですね。ここでね、はい、まずはやはり自分の弱い石をしっかりと補強しまして、白にこんな風に打たれるとこれ取られちゃうんですよ。で、これ取られると、あれ、さっきまで弱い石同士連絡させちゃダメだって言ったんじゃないかと思いそうですけども、これはね、今度は弱い石同士じゃないんです。白さっきもうこういう辛い手を打って、黒ね、右側でだいぶもう攻めの効果上げましたよね。はい。で、この白辛い手を打ったんで、もうこの1個は用済みだよってことです。もうこれで十分攻めの効果が上がってるぞというのが黒の主張ですね。はい。実際これ白取れて、まあ安心なんですけども、まあ地はいくらもついてないですね。で、最後にですね、こちらの方に打ちまして、左辺がグオッともうね、誰がどう見ても非常に大きな形になりましたから、これがもうね、非常に分かりやすい、とても強い打ち方なんじゃないかなということですね。まあ理想的の攻めと言っていいですね。で、この後白はね、ここから入ろうとしても、まあ、ちょうどね、この覗きのね、マイナスポイントというのはね、こう滑った後こうつけてピタッとね、止まってしまいますから、これでまあ、白としてはちょっとここでありませんということで投了しましたね。はい。これはもう黒がね、もう白地いくらもないですからね、白地まあここで、これぐらいですから、黒ね、右辺と右上だけでも十分足りちゃうかなという感じですね。はい。なので左辺分丸々っとね、黒がリードしているんじゃないかなということですね。まあこの後ね、入られて心配という人ももちろんいると思うんですけども、はい。まあ、仮にこのぐらいの差があればね、もう、生きられてしまってもね、まあ、黒が十分残りそうですし、はい。もちろんね、基本的にはなかなかね、生きることもかなり難しいんじゃないのかなというような形になっております。はい。ということでですね、これで、まあ、黒の、まあ、お手本、もう見るからにお手本ということでね、素晴らしい曲打っていただきました。はい。ということで、最後にね、日本棋院さんの、プロフィールの方ね、プロフィールのページに来て、柳沢先生のね、プロフィール見て、締めていきたいなと思うんですけども、柳沢聡先生ね、性別男でございます。で、段位が5段ということで、まあ、段位ってでもね、正直言うとプロの先生の段位はね、さほど気にしなくていいです。もう全然初段だろうが九段だろうがね、当然みんな互い戦ですし、はい、結構アマチュアだと段位ってね、当然初段と5段だったら4子局とか、初段と九段だったら8局なんていうことでね、あるんですけども、プロの先生の段位は関係ないです。はい、初段でも九段でもみんな互い戦。結構、勘違いされてる方意外とね、まだいらっしゃるんです。誤解書なんかで話してても、あ、じゃあ九段が絶対勝つな、みたいなね、初段と九段じゃ絶対九段勝つなとか、5段と九段じゃ九段勝つな、みたいなね、お話聞いたりするんですけども、全然もうそんなことはね、わからないです。はい、もう、どうしても段位ってある程度時間がかかるんですよ、上がるのにはね。はい、特にいつでしたかね、ある時から非常に段の上がる精度が厳しくなりまして、もう結構経つと思うんですけど、はい、厳しくなって、今の人たち、若い人たちっていうのは九段になるのはね、タイトル取らないととか、まあそのリーグ入るとかね、そういうのないとなかなかね、上の段までね、上がるの相当難しくなってるっていう話も聞きますので、はい、基本的にはもうね、段位無視しちゃってね、プロの先生見るときはね、いいと思います。はい、もちろん九段になるのすごい大変ですから、九段すごいことですよ。ただまあフラットに見ちゃってね、いいんじゃないかなと僕なんかね、思っております。はい。で、所属が日本棋の中部総本部ということですね。はい。で、昭和63年、あれ若いですね、先生ね。僕昨日会った時に34歳ですって言ったんですね。そしたら、あ、お若いですねって言われたんで、てっきりね、僕の方が年が下かと思ってたら、先生の方が下じゃないですか、まさかの。ね。いや、で、先生しっかりしてるからね、見えなかった。まあ、だいぶ肌はちょっとツヤツヤしてるなと思ったんですよ。なんでお若いですね。まあでもね、囲碁界だとよくありますけどね、やっぱりね、ご年配の方がどうしてもね、多いですから、結構ね、40代、50代でも若いって言われますからね、お若いですねって言いたくなりますもんね。まあそんな感じで多分ね、言われたと思うんですけども、で、長野県
出身ということでね、私山梨でね、まあかなり近いなということでちょっとね昨日そんなお話も出たんですけども、はい、で、吉岡八段の門下ということですね。はい、ということでまあねいろいろね書いてありますけども、まあ柳沢先生今ね本当に YouTube の方のなんて言うんですかね、もう YouTube で一番最初に多分ね、プロの先生でこの何ですかがっつりっていうのちょっと 1,2 分あげるんじゃなくてもう YouTuber としてもやっていただいたね、ほんとパイオニアって言ってもねいい先生だと思いますから、で私も当然ね憧れで始めたところがありますから、ぜひともねこれからもねあのいろんな協力をしてですねやっていけたらね私もね幸いでございます。まあ、これからはですね本当に私もねせっかくこのチャンネルいろんな方々にですね見ていただけるようになりましたので、ぜひともこうねやっぱりいろんな棋士の先生って本当にね今言ったようにもうみんなすごいんですよ。関係ないんですよ、段位とかトーナメントで出てるとかリーグ入ってるとか関係ないぐらいね、みんな本当にもうめちゃくちゃ強いです。もう化け物なんですね。なのでそんな先生たちが結構意外とただファンの人に届いてなかったりっていうこともねあったりするんで、そういったね先生たちの魅力っていうのをこのチャンネルでもっともっとねお伝えできれば、まあ私もね当然嬉しいですし、この囲碁界にもね何か少しでも貢献できるんじゃないかなともね思ったりもしているので、これからまたこんな機会ね増えてコラボの方もやっていければなと思っております。はい、ということでまあ今回ね、この辺りにしたいと思います。はい、それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですねいろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。